盛り上がってこ。ルーカス告発作戦開始だね。あら、おせっかいさんにやっと会えた。私ですか。ええ、そうよ。あの映像は確かに変だった。理事会に見せたわ。それでクソの役にも立たなかった。結局クビ。サフィの他人に変身する力はカメラ越しでも有効みたい。グエン、その残念です。あら、それを聞きに来たんじゃ。今夜サフィはショーの最中にルーカスの悪事を暴くつもりです。関係者の援護があればだいぶ信憑性が増します。今日の審問で私がどれだけふぬけになってたか気づいた。時には必要かもね、立ち上がることも。いや、乗った。ありがとうグエン、本当。だけど何をするの。それはお楽しみ。まだ続けてるの、やられずに。どうもレジ、今夜はプロジェクターの担当。つうか子守だな。大学からようやくこのオルガを借りられた。誰かがずっと見張るって条件でね。うわ、せっかくのクランプスなのに。レジ、相談があるんだけど。子守は私に任せて楽しんできたら。そうしたいけど、いや、何かあったら俺の責任だ。こいつは俺の学費より高いだろうしね。だから頼むよ先生、こいつに触らないでくれ。オッケー。ダメか、レジーには頼めない。でももしあのプロジェクターに何か問題が起きてモーゼスにしか直せない状況になれば。だけどモーゼスにしか直せない故障なんてどうやって起こそう。
全くない。はいはい、これで話す。プロコートよ、メリー・グランプス。今年はいい子にしてたか。グランプスか。はい、チーズ。なんでレジンがグランプスじゃねえんだ。あいつの方が向いてるのに。エゴイーキだ。構図を変えた方がいい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 。ショーまでにモーゼスと交代してもらわなきゃ。嫌いだったんだ。
私がいたずら犯。モーゼスを巻き込む前にもう少しダイヤモンドと過ごさせてあげよう。これは私自身の問題。だから言ったでしょう。バラは失敗だって。モーゼス、やっぱりちょっと変だよそれ。いいだろう、コスプレ似合う。どう、初のクランプスは。あんた最高だね。赤いライトだらけでツリーに生首なんか。ともかく本題に入ろう。作戦は練った？うん、なんだけど早くも問題発生。プロジェクターを操作してもらいたくて。あっちの世界のモーゼスにね。あっちの世界のレジーの代わりに。なるほど。都合よくプロジェクターが壊れてくれたら。それを僕が修理する口実になるってことか。そういうこと。どのプロジェクター？レジは確かオルガって。オルガは気まぐれでね。君は向こうに戻ってて、僕がこっちから指示する。私より私の力に詳しいね。かもね。うまくいったら戻ってきて。配置につこう。でないとモーゼスの指示を聞き逃しちゃうかも。のすることよ。あなたならもっとやれることあるでしょ。レジーの気をそらさないと。プロジェクターに細工するのは難しそう。そうだ、レジーと仲のいいダイヤモンドに協力してもらおう。よし、レジーの気をそらせた。今がチャンスだ。あっち側のモーゼスに。ごめんねレジー、でもこうするしかないの。おいおいおい、嘘だろ。なあ、どうしちまったんだよオルガ。いや、どうも。ねえモーゼス、頼みがあるの。レジーが大学の備品を壊しちゃったかもしれなくて。なあオルガか、みんなもっと優しく扱えば。ごめん。いいよ、行ってきて。レジ、助っ人だよ。何が何だかさっぱりだ。さっきまで元気にしてたのに急に赤ん坊みたいにギャン泣きしだして。原因は焦点調整モーターだ。今日はもう休んだらレジ。モーゼスに任せなよ。マジでいいのかマックス、本気？
何がオルガにとってベストか考えて。大丈夫だよレジ。ああ、よかった。じゃあそういうことなら、ありがとうモーゼス、助かったよいかにも君らしいけど、どういうこと？今夜サフィーと私でショーを乗っ取る。そこで代わりにこのスライドを流してほしいの。ちゃんと理由はあるから、私を信じて。そうか、信じるよ。あっちのモーゼスと話さなきゃ。うん、残念だね。片っぽなくすと本当萎えるよね。あいつらしつこいからよく。このゲーム好きだった。ちょっと幼すぎる気もするけど。うわ、いいね。ダイヤモンド、また映画撮るのかな。うまくいった。もう一人のあなたが配置についたよ。さすが。これどうしたの？一人でパーティー？アマンダがね、去年サフィーとハマったのを覚えてて。見てて、最後の煙突が味はどうかな。向こう側に壊れてない煙突があるはず。ちょっと待ってて。サフィーと話してショーを始めてもらおう。そろそろ冬休みだね。だね。今年は怒涛の毎日だったよ。予定は？それなりに。ほどほどにね。逃げるよ、早く。それ盗んできたの？借りただけだって。なんで？自撮りしてほしいのかなって。クランプス君には後で写真を撮らせてもらおう。今はそれどころじゃないしね。うわ、いいね。ダイヤモンド、また映画撮るのかな。できるだけのこと。ほら、あった。壊れてない煙突。
うわ、ラテン語？なんで？ぽいね。サフィーに準備 OK って伝えなきゃ。サフィーが片っぽなくすと本当萎えるよね。飾り付け素敵だね。とっとと片付けたいよ。油臭さの好みなだけだよ。私は好きじゃない。言いなりなんて珍しいね。仕切りたがりなタイプかと。まさか。それはここでだけ。まあいいや、楽しんできな。ほらやっぱり。サフィー、ちょっといいかな。何？実はあっち側のモーゼスもお菓子の家を作ってて。そうなの？でも煙突が壊れて。サフィーのをもらえる？あっちのモーゼス、その元気？今はすごく寂しそうにしてる。私がいなくて。モーゼスのためにしかやらないよ、こんなこと。作るの大変だったんだから。例の問題について話し合いの方はうまくいってる？思ってたよりずっと順調。期末だから当然。誰からだ？これ本当？向こうの世界のサフィー、ありがとう。いいえ。準備はいいよ。瓶は仲間かって？え？乗った。やった。
グエンも味方だよ。本当？負ける気しないね。どうしたの？ルーカスがショーを中止しようとしてる。外でおじけづいてる。今夜映画化の告知をするのが大ごとすぎて怖くなったんでしょ。でもそしたらどうしよう。急がないとタクシー呼んで帰っちまうかも。まずいね。時間稼ぐから何か考えといて。頑張れ。どうする気だろう。あれってサフィー？うん、間違いなくサフィーだね。テラスに出てサフィーに加勢してこようかな。アレクサ、それでどうするんだっけ？ちょっといくつか質問してもいいですか？ほらほら、ちゃんと飲み干さないと。君はすぐ終わります。無名だったあなたが成功をつかんだ秘訣は？ロレタ。それならワークショップで話したでしょ。忘れちゃったの？天才っていうのは最初は見落とされがちなものなの。そう、まさに優れた芸術家にはよくある。狂気の獣たちが出て何年も経ちますが、作家業からは引退されるんですか？